体には天賦の学習能力があることもあろうに、医師ジェンナーは少年ジェームズの腕をメスで2カ所切開して、そこへ牛刀を患う人の膿をこすりつけた。牛飼い医たちの間で言い伝えられているある信仰が、本当がどうかこれではっきりする。一度、牛刀にかかった人は天然痘にはかからない。この話を、牛の乳搾りの女から聞いた時から、すでに30年が過ぎていた。しかし、その後、他の地域でも同じ話があることが分かった。この実験で、人々が天然痘によって命を落とさずに済むかもしれない。そう思ったのである。これは、1796年に、医師エドワード・ジェンナーによって行われた手刀法の実験です。中世ヨーロッパを恐怖に陥れた天然痘。ひとたび流行すれば、数十万人とも言われる人々が天然痘の犠牲になりました。仮に助かったとしても、顔には醜いあばたが残るのでした。しかし、一度、この病気に感染した人は、二度と同じ病気にならないことも知られていたため、あばた顔は生存へのパスポートにもなっていました。天然痘の起源は古く、紀元前、古代エジプトのラムセス5世のミイラにも、天然痘特有の痕跡がある。日本においても、奈良時代には、すでに遠く海を越えて伝播し、奈良の平城京で猛威を振るっています。今日でも、細菌兵器の第1位は、天然痘爆弾と言われるほど、その恐怖は人類最大級のものなのです。ジェンナーは、英国のバークレーという小さな村で生まれ、両親の勧めもあって医師を目指すようになります。研修中のソドベリー村でのことでした。ある女性が、先生。それでしたら、私は絶対に天然痘にはかかりません。もう、すでに、乳搾り中に牛痘にかかってしまったのでね、と話した。ジェンナーは、この言葉が、いつも、頭の隅に残りました。研修を終えたジェンナーは、故郷のバークレーに戻り、開業することになります。気になっていた彼女の言葉を確かめるために、他の牛の乳搾りの人たちに聞いてみました。すると、驚いたことに同じことを言うではありませんか。そして、最初の話の続きになります。牛痘に感染させ、その後7週間が過ぎ、少年が完全に回復したのを確認した後、その次に、今度は本物の天然痘に感染させたのです。少年は、最初のうちは発熱したようですが、後に平常に戻り、天然痘が発症する期間を経ても何も起こらず、ついに天然痘は発症しなかった。以上は、今広く知られるワクチンという方法のもとを成した発見でした。ワクチンは、毒性をなくしたか、あるいは弱い病原体を注入することで、体内に抗体を作らせ、以後感染症にかかりにくくする。小さな毒によって、病気に対抗する力を得て、大きな毒が侵入しようとしても、そこで防ぐ。ここで重要なのは、弱い病原体の毒性を認識した後は、以降は、それと類似する病原体にまで働くという点です。全症で、花粉症がダニの成分と似ているために起こる現象だと書きました。似ているものが似ている症状を起こすというのは、ホメオパシーの原理でもありましたね。なぜこのようなことが起こるのか？それは、人類が長い進化の中で、自然と共に戦い培ってきた能力、あるいは自然によって学習させられたとしか表現しようがありません。自然の中で遭遇しうる、様々な危機を拭い去るように、体内部に対抗する機能が備わった。それでいて、体は、入力よりも出力が大きい。つまり、体に何か不都合が起きれば、総力戦で対抗しようとするのです。体は、元から、天賦の学習能力が備わっていたのです。